皆さんこんにちは、今ちょっと申します。今年も森さんの爆買い始まるっていうことでですね、日本でもセレクトやセレクションセール始まっておりますけれども、そこに目を向けず完全に海外重視で馬を買ってくる森さん一切の購入っていうのも早速始まってきております。他にもですね、日本人関係者のいやこれは熱いなっていう購入ありましたんで、ちょっとご紹介していきたいなと思います。では早速ね、価格順で並べていきたいんですけれども、日本人関係者ではありませんけれども、最高額になったのはガンランナー産駒のボバ230万ドルというね、日本円にして2億5000万円を超える超高額で落札されていると。まあやはりね、アメリカで流行ってる勝負は日本に導入される機会も非常に多いですから、こういうね、高額なってきてる馬たちの勝負傾向を知っておくに越したことはありませんと。まあただね、今回の購入に関しては日本人はですね、完全にもうイントゥミスチーフの嵐といったところでして、なんとね、ちょっとこちらまだニュース記事になってないところもありましたけど、高木前田さんの名義で、イントゥミスチーフ産駒120万ドルで購入してるんですよね。これは今回の競りで日本人としては最高額になるんではなかろうかと。まあこの前田さんという名字からわかるようにですね、ノースシルズさん、前田浩二さんの息子さんということになっております。いやーこれはね、前の動画でも話したように、やっぱりノースシルズさんの躍進の気配を感じさせるというか、もう規模も拡大していくし、そして何よりね、この後継者さんにどんどん積極的にこの競馬に関係してもらっていくよっていう姿勢をね、感じるところではないでしょうか。しかも牝馬ですからね、もう将来的な繁殖牝馬としての期待、長い目で見た上での購入っていうのがわかると思います。ここまでの高額っていうのはね、それこそ森さんやノーザンさんを超える金額っていうのは本当初ぐらいの勢いじゃないかなっていうところありますんで、ついに本格参戦だなという感じでございます。そしてね、その話題になった森さんもイントゥミスチーフ産駒ボバを100万ドル購入と。ちょっと藤田さんかなっていうところはありますけれども、まだ発表はされておりません。まあ日本だとなかなかね、同じ塩馬でボバと牝馬でどっちが高いかって言われた時に、牝馬が高くなることってね、なかなか相当お母さん良くないと見られないんですけど、やはりね、アメリカっていうのは、てかまあ日本以外の国に関してはやっぱ牝馬もこれぐらいね、高くなりますよね。今回トップ3、2位と3位牝馬ですしね。まあ日本でも過去にもね、牝馬が超高額っていうか最高額になったことはギナシーとかありましたけど、やっぱね、基本的にはこのトップ5とかボバがっつりっていうのが多いんでね、やはりここら辺は日本と世界の見方の違いっていうのは感じるところでございます。でさらっと見た感じは超高額帯ってなってくる馬たちですと、まあ、このお二方かなというところでしたね。ちょっと他に気づいてないところあったら申し訳ないんですけれども、で森さんはもう一頭購入しておりまして、クラシックエンパイア産駒を24万ドルというね、価格でも購入しております。これまでの傾向ですと、藤田さん名義の馬はもう100万ドルとかがっつり超えてくる馬、大量にいましたけれども、結構このぐらいの価格帯になってくると、他のね、馬主さんに名義になってるっていうケースも非常に多いんで、こう予算的な関係で結構振り分けてるのかなっていう印象はありますね。このイントゥミスチーフはともかくクラシックエンパイアはあんまりね、聞いたことない人も多いかなというところなんですけれども、まあ名前の通りね、日本にも来たエンパイアメーカーの血を引いている馬ということになっております。ビシチュベナイルとアーカンソーダービーを勝ったっていうね、まあ日本でいうニューイヤーズデイとかナダルに近いような戦績っていう印象がありますね。このエンパイアメーカーの孫っていうかパイオニアオブザナイルの息子っていう意味で言うと、アメリカンファラオも同様のパターンですね。しかも母チケートもストームキャットっていうのは同じですから、結構こうエンパイアメーカー自身は日本でがっつりハマったっていう感じではないものの、どちらかというとそのパイオニアオブザナイルを軸にちょっとこの系統が当たるっていう可能性はあるかもしれませんね。本場は母チジャイアンツ洪水にもなりますんで、ストームキャットの多分 4×3 ということになると思うんですよね。結構森さんはこういうパターンの馬購入されておりまして、まあ私的にはやっぱりこのダートっていう意味で言うなら、やっぱストームキャットのクロスは今後めちゃめちゃハマってくるかなっていう印象はありますよね。まあサンデークロスが千葉で流行ってるように、ダートはストームキャットのクロスがゴリゴリにちょっとハマるところは可能性高いかなと。まあ大体不景でそうやって当たっている一頭のね、大勝馬の血をクロスさせると外れることほぼないんでね、ということで、まだ1歳ですんでデビューは来年になりますけれども、まあ、ちょっとこれからの購入にも楽しみが増えたところでございました。
でちょっと今回改めて感じたのは、もう森さんの厩舎って完全にもうアメリカのトップ厩舎だよなっていうこのラインナップですよね。まあ前々からそういった傾向にはありましたけれども、やはりね藤田さんを中心に最近は森さんにこうがっつりと任せて買ってきていいよっていう馬主さんが増えてきてるような印象がありますね。しかも予算もかなり増えてきていて、もう今の2歳なんて19頭2歳登録されてるって、17頭がアメリカの商売の産区で、しかもねその質っていうのもめちゃめちゃ高いですよね。アメリカンファラオにジャスティファイにスパイツタウンにと、もう種付け量800万とか1000万とか、もうそのレベルの商売の産区がゴリゴリと入ってきているわけですね。いや結構ねこの流れっていうのは今でこそやっぱり森さんが明らかにちょっと抜けてアメリカが中心になっておりますけれども、そのダートがねこれから流行っていく、賞金も上がっていくっていうことになったら、結構これが一番コスパ的にも良くなってくるっていう可能性はありますよね。もう最近は日本で言ってもね、ニューイヤーズデイ産区も1億円とか超えていたりね、シミニ産区も7000万とかいっちゃってるわけですよね。仮にその馬たちがねそのアメリカでそのまま上場されていたら、そのぐらいの金額になったかって言うと、なかなかちょっと難しい可能性っていうのもあるかなっていうのは、この価格見てもねちょっと感じるところはあると思うんですよね。本当にもうリーディングトップの馬しかやっぱりそういう1億円とかねいう価格には海外だとならないっていうところはあるんですよね。アメリカの整理だったらもうこのレベルの溶血馬がそれこそリーディングトップの馬であっても1億円ぐらいで買えるっていうのは、やっぱそこの価格だけで見たらねコスパいいなっていうかね、商売の評価具合でも高いのに、まあ価格は安いっていう現象がアメリカの整理だったらまあ起こる可能性があると。まあこれは森厩舎の馬ではないですけど、この間の里のミスチーフを見てもね、私はやっぱりアメリカでがっつりこのレベルで成功してる商売は日本だとやっぱちょっと桁が違うんだなっていうのは改めて感じましたよね。本番もやっぱり芝でね最初はどんぐらい生きるもんなのかっていうのは使いますけれども、2戦目でダートにやっぱ変えたら1秒札がつけて対象するわけですね。でイントゥミスチーフ3区現時点で19頭出走して17頭勝ち馬率9割とかあるわけですよね。これはちょっとねやっぱもちろん安くはない買い物だったとはいえ、セレクトと比較してもね、いや相当高い勝ち上がり率じゃないかなっていうのはありますし、もちろん現時点ではねその上限っていう意味では千葉の方がね当たった時は大きいバックはありますけれども、やはり先ほども言ったようにそこら辺がもうダートの賞金もめちゃめちゃ高くなったっていうことになってきたら、本当それだったら日本のセレクトちょっと高すぎるから、ちょっとこのレベルの商売の産区をしかも安く買えるアメリカのセリで行った方がいいんじゃないかなっていうふうに思う文士さん調教師さんが増えてもまあおかしくないですよね。やはりねあくまで現時点では商売的に言っても実力的に言ってもアメリカのダートが本場っていうところはあると思うんでね、芝は別の話ですけれどもね、森さんがヨーロッパの馬を買わずにもう完全にアメリカにシフトしてるっていうのは、やっぱり日本の芝のレベルはもうめちゃめちゃ高いっていうところを認めているからこそっていうところはあると思うんですよね。でもダートだったら、そして仮に芝をこなすとしてもアメリカの馬の方がやっぱりスピード系統で当たる可能性も大きいだろうというところでね、まあ完全にこちらにシフトしているところがあるんじゃないかなと思います。ということでね、もうとりあえずアメリカのね競りは単純にその商売と価格だけ見るとダートっていう意味で言うなら、もう本当日本の競り以上にコスパ的にも良くなってくるっていう可能性は結構あると思うんでね、いやぜひ注目していただければと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。